名古屋市立西築寺小学校は愛知県名古屋市港区浜一丁目にある公立小学校。地元での略称、古称は西地区。1915年に名古屋市中川小学校より分離、現在地に名古屋市西築寺人城小学校を設立。1947年、学校教育法施行により名古屋市立西築寺小学校と解消。2005年に 創立90周年を迎えた。2000年頃より導入された総合学習の時間に名古屋港水族館でウミガメの産卵をテーマとした学習に取り組む。名古屋港水族館に近いという地の利を活かした西築地小学校ならではの研究テーマとなった。愛知県小中学校市によると児童数の変遷は以下の通りである。野球部のユニフォームは オリックスブルーウェーブのビジター用のユニフォームをモデルとしたものである。これは当時顧問だった先生がオリックスブルーウェーブに所属していた一郎のファンであったことからこのようなデザインになった。所管する名古屋市教育委員会は2018年9月1日現在、港区のうち入選一丁目、入選二丁目、港境四丁目、港学三丁目、千鳥一丁目、 千鳥二丁目、西倉町、浜一丁目、浜二丁目、港町、名校一丁目、名校二丁目を通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は名古屋市立東港中学校となっている。ありがとうございます。